あなたのおかげでできることが増えました。あれ？何してるの？そっか、今ちょうど海ちゃんが練習してる時間だね。一緒に行こっか。うん。海ちゃん気づいてないみたいだけど、声かけてみる？多分ね、心構えの時間なんだと思う。海ちゃんに言われたことがあるんだ。心構えをしなくてはいけませんよって。うん、海ちゃんに言われてから私も今日はどんなライブにしようかなって考えてステージに上がるようにしてるんだ。心が綺麗ってこと？海ちゃんって怒ると怖いけどな。ほのか、人のいないところでなんて話をしているのですか？ああ、海ちゃんいたんだ。私は部室に戻ろうっと。まったく、ほのかがおかしなことを言っていたのではありませんか？嘘です。そんな話をしていたなんて。私のことをですか？あなたがそんなことを考えていたなんて。こういう時に何と返事をしたらいいのか迷ってしまうのですが、私はあなたのことを素敵だと思っていますし、とても好ましく思っています。また言わなくていいことを言ってしまった気がします。今のはなかったことにしてください。嫌です。絶対言いません。